はい、どうもピッチピッチなテクタンです。ドラゴンクエスト2実況プレイパート7始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今日は大きい声が出せません、しんにゃということで、竜王の城から無事全滅をして戻ってきました。おめでとうございます。うん、ということで世界中の歯使って蘇らしたから、もう世界中の歯持っとらんのやわ。で、ある程度持ち物も整理してお金を下ろしてきたんで、4200円ぐらい貯まってるからちゃんと装備買おうっていう、そういう企画。いかが？みんな何着たい？レースのビスチェ？そうだな、それはちょっとみんなに着てもらうのはちょっと恥ずかしいからサッチーに着てもらおうかな。三河氏の服をとりあえずサッチーとアークに買ったげよ。サッチー、で、あとアークにも買ってあげよ。アークは不憫やけど、まあ、ちゃんと着させてあげよ。で、これでとりあえず二人の着とった服を、サッチーの服はきっと高くで売れる。なぜかと言ったら汗とかが染みついてるから、その辺のプレミアがついてるから高くで売れる。そういう店で売ろう、こういう店じゃなくてああいう店で売ろう。で、2000円になった。で、何買う？鋼の剣10上がる。大金槌、あ、結構遠いな。テクニーにも三河氏の服。でも今鋼の鎧か。鋼の鎧っていくらで売れるんやろ？それによってはって感じじゃない？とりあえず服買う？服買う？買うか。みんなお揃い。ええやん。さすが仲良し。で、鋼の鎧売って、買える。ラッキー。で、鋼の剣を、テクニーが買って、で、鉄の槍を打って、もう槍投げもできひん。残念。槍投げやってみたくない？みんな。あ、600円ぴったり。槍投げ、陸上の槍投げね。面白そうじゃない？で、ちょっと草買おう、草。あ、今日野菜買ったのに食べるの忘れとった。あとで食べよう。ということで、ちょっと野菜買います。今520円やから8枚ぐらい買ったと思う。それ魔除けの鈴の存在忘れてたけど、まあもっと金が貯まってからでいいと思うよね。ということで、今日はここに住んどる人にとりあえず南のとこ行き言われたから南行こう。南のワッフルとベルギーワッフル、すごい美味しそうな塔があるから、ちょっとそこに行ってみんなでワッフルを食べようと思う。みんなワッフル好き？モッフル久しぶりに食べたいな。ここやっけ？あったー。ちょっと山避けていきたいからこっちから行こう。行きますー。外や、人おる。ワッフルっていう感じやと思っとったのに、誰に聞いたかは知らぬが、その人たちも、紋章、ならば立ち去るがよろしける。この、大灯台。あ、灯台なん。灯台元暮らしの中は、魔物たちの住みか。とても生きて出てこれまいぞ。行く。紋章は物ではなく、心の印。己の強さの中に、その印が刻まれると聞いている。はあ。ああ、持ち物じゃなくて大事なものの欄に記入されるってことやでっていう、そういうこと？ちょっとめたい感じ？お、これ柱にさ、なんか変な顔ついてへん？ダセーい。じゃあ入ろう。あれ、こんな感じやったっけ？あれ？ワッフルどこ？みんな大好きなワッフルどこ？さて、敵は、ああ、一緒や。敵が竜王の城と一緒やとちょっと安心するね。しかし、私はちょっと戦法をすっかり忘れていた。というのも、実は収録するのが
多分10日、2週間ぐらい空いてる。私は今まで何をしてたんやろ。これどこ行けばいい？いいえ、えい。あれ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 、こっち？あ、ワッフル。見えた紫のワッフル。あー、サーベルルフって結局買ってへんねんな。こうで、こうで、アークも叩く。で、こうでどう？とりあえず、こいつは、かき揚げが異様に硬い。あ、硬いけど、魔法で死ぬわ。あ、アークンやばいんやけど。アークンやばいんやけど。あー、セーフ。これでなんとかなる？あー、よし、間に合った。偉いぞー。優秀だぞー。いいえ、えい。あ、あ、なになになに？聖水か。聖水はな、実はダンジョンの中で使えないんですよ。いいえ、えい。よし。な、種類が違うの、ほんまやめてほしい。なぜかって？バギーが使い物になら、めっちゃ森林やわ。モリモリしてるわ。さすが森。いいえ。えい、そろそろ、あー、レベル上がったらいいんじゃないって言おうと思ったら空気読んでくれた。素晴らしいよ。お、力5は美味しいよね。素早さ4、身の守りに最低ヒッピー1、226円。まあまあいいんじゃないでしょうか。あー、あったから、金欲しい。私今金欲しい。なぜかって金欠だから金欲しい。これどっから入れるんやっけ。え、え、ってことは、アーくんとサッチーもそろそろ来るんじゃない。おー、サッチー、力1、素早さ5、身の守りに、ヒッピー5、いいやん。トヘロス。トヘロスか、リレミと覚えてほしいな。あれ、これ、下からやったっけ。いいえ、えい、せっかくさ、ほうれん草買ってんから、ほうれん草で回復してこう。はい、おいしい。あー、美味しかった。さてと、あ、っていうかさ、このさ、周りにも森いっぱいあるから、そっからさ、なんか草は適当に食べとったら大丈夫そうじゃない？いえ、えい、もはやさ、緑のものやったら何でも回復しそうな勢いよね。あーくん。よし、いいのでは？こっち？入れてください。もう、結構回り道。いえ、えい、さあ、アークも波に乗らない。マイペースやったわ。俺は、自分の好きなタイミングでレベルを上げるっす。いえ、えい。いや、なんか結構足りひん気がする。だってまだ一回やろ。もう嫌やわ。もうすぐ4人で出てくる。いえ、えい、テクニーのさ、ヒッピーが地味に削られるってことで、アーくんのレベルが上がりましたね。力に、あ、力以外、ほとんど上がらへん。お、優秀、リレミと、聖水めっちゃ落とすな。なになになに、かき揚げのなんかこう、余った油的なそういう感じ。あ、あれ？アーくんやったっけ？回復したんや。テクニーじゃなかったっけ？テクニーじゃなかったっけ？でもこれで、リレミとあるおかげで、ちょっとやばなったら出れるやん。さすが、アーくん、わかっとるわ。ちょっとイケメンって褒めてあげようかな、今日ぐらい。よっ、アーくん、イケメン、これどっから入るんやっけ。あ、ここやな。このへこみー。もう全員マヌーサとかさ、ないわ。でも、ゴーゴーヘッドが弱くて助かる。とりあえずこいつ回収して、くさ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 、金か、くさか、金やった。わ、金結構溜まってきた。カブトとか買えそうじゃない？魔除けの鈴も。ということで、じゃあこっから、テクタンズマップを見ながら行きましょう。左下が正解みたい。いえ、えい。もう一個ぐらいテク兄さんレベル上がってくれんかな。久々にちょっとベホイミとかどう？あー、癒された。魔法はちょっとね、なんかこう、体のツボを刺激する感じがたまらないんですよ。わかる。
ということで、こっから、わー、背景が相変わらず綺麗だわ。こっちの右の方。イエーイ、イエーイ、わーい、わーい。おー、久しぶりー。もう壁よじ登ってきたー。ということで、いろいろ変わった、テクニーが鉄の兜、鉄兜かぶったんと、あと魔除けの鈴手に入れたんと、あと、みんなのレベルが1ずつ上がった。あーくんがさ、力7とか8とか上がったんやけどさ、急にやる気アンデッドマン。怖えな。これは、こういう感じじゃない ?32。おー、結構攻撃できるやん。よし、これでテクニーが攻撃できればもう死ぬやろ。ふふふふふふふ。攻撃させない。それが、我らの戦い方である。で、これが、いわゆる D の階段というやつで、B です、B。B の階段というやつで、これを、まあ、とりあえず最短でいくな。最短ね。ここ、C の階段。わー、なんか嫌な組み合わせ。あ、気づいてない。よし。いえ、えい。よし、サッチーがちょっと食らったぐらいで済んだ。素晴らしい。よし。で、ここの階段を、上りの、で、どこここ。あれ?あ、普通にこっちや。こうだわー。こっちだわー。いいえ、えい。お、お、お。あー、無精水いらん。喉乾いてへんし、なんか清められて、あ、細い。気分でもないし。わー。素敵な海だわー。そんなの見てる余裕ないわー。いやー、また細いわー。よし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 。すす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 す。よーし。で、これ登れば、いい感じ?いいえ、えい。ラリホーンと久しぶりに見たよな。アリの中には、蟻酸という酸が含まれているため、アリは食べたら酸っぱいそうです。っていう話を、おー、でかいでかいでかい。めっちゃワッフルやん、周り。ぶどうのワッフル。高校の時に、科学の先生が、蟻酸が出るたびにずっと語っていました。もうちょっとやったかな。うん、細い。でもさ、これ一歩ずつちゃんとやったら落ちんで済みそう。ドラゴンフライなんか久しぶりに見た気がする。こいつ怖いんやったっけ?え、でも柔らかいよな。一匹出てできたから、えらい、褒める。あはあ。おったわ、ケケケケおったわ、もう見えてるし。入ればいいんでしょ?ひーひー。おじいになってる。おじい話そろ?いやいや、何も言わなくてもじじいにはわかっておりますとも、チャビの人。ほほほ、ついてきなされ。紋章のある場所へ案内して差し上げましょう。おじいさんの時だけすごい気合を入れてアテレコする、そういう実況者テクタンです。こっちなんやねんっていうね。この階段なんやねんっていうね。怖い。おじいどこ、おじい今、瞬間的に現れたけど、どっから出てきたん?さあ、ついていこう。こいつが怖いのは火の息やな。魔除け、よラッキー、魔除けの鈴。やったー、ゲッチュー。3人分買わんくてよかった。ま、お金がないから買えないんですけど。回復をしようか。よし。MP 足りるやろ。きっと。こんなもんでいい?お待たせおじいさん、おじいさん消えたし。いえ、えい、声がおかしい。夜やからちょっとな、声がおかしいってことにしといて。よいしょ、よいしょ。もうちょいやんな、もうちょい。わー!いえ、えい。
わあ、グレムリンも火吐くんや、知らんかった。グレムリンってさ、結局んとこなんなん？あのドンキーで出てくるグレムリンってクレムリンか、あれは。ワニ足。おう、一瞬止まるんやめてほしいよな。十字キーずっと押しっぱにしてついポトって落ちてしまう、そういうこととか絶対あるやん。こんな遠かったっけ？やだわ。これでいい？で、あ、ジジイおったわ、ちゃんと。ちょうだーい。ちょうだーい。さあ、あの宝箱を浮き盗り。オッケー。よし、ヒッピーは大丈夫やから開けるな。空っぽだった。キキキキ、言いかかったな。ここがお前たちのお墓になるのさ。しかし、ノリノリである。ということで、わあ、バラバラ系か。バラバラフェスティバル。ということで、まあ2匹のやつとりあえずバギっといて、はいはい、でとりあえずこれで2匹死。よし、でどういう倒し方する？あー、でもちょっと怖いからテクニック回復して、でこの2人で1匹ずつ倒していただいて、で、あとは、フルボッコー、フルボッコー、フルボッコー。これでいい感じなのでは？よーし。よっちゃーん。誰？テクニー？サッチ？お！いいですね。でも、上がり幅があまり高くないので、ちょっとテンションはそんなに上がらないですよ。なんと、グレムリンたちは紋章の一つを隠し持っていた。テクニーは、星の紋章を手に入れた。これどこにあるん？あ、扉じゃない。絶対扉じゃない。ここ？あれ？ここ？あった！スターピース。よし。じゃあ、この塔の目的は達成したわけなんやけど、まあ、せっかくやから、ちょっと死ぬまで宝箱回収はしたいよねっていうことで、宝箱を回収しよう。ここどこじゃい？ここどこじゃい？はよ、とりあえず、よく知った場所に戻って、これでとりあえず元通り？よし、元通り。これで、とりあえずどこ行けばいいんやろ？この階段はあくまでダミーなの、あれ？あれ？え？いえ、えい。ん？こっちから？こう？あれ？あれ？ああ、よし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 。積んだ。積んだわ、もうちょっとで。変なとこで積むとこやったわ。よいしょ。黄緑色が綺麗だわ。よし。これで、おおよそ戻ってきた気がするんで、あ、ここね。オッケー、次に進むおぜい。ということで、しばしお待ちを。まだこっちや。よいせ。で、この階段降りて、いんえ、えい。あー、背中がかゆい。あー、背中がかゆい。かいたわー。私、背中どこでもかけるから、羨ましいやろ。どこでも手届くで。背中だけは柔らかいから。なんか、この辺に宝箱ある臭がするんやけど、ここん中やっけ？ここの宝箱がなんと、ファミコン版では135ゴーゴールドでした。いえ、えい。おお、サッチ。よーし、力1だけ。素早さ5、身の守りにヒッピー6。MP5。おお、これで補助魔法をどんどんね、使ってね、いけるよね。素晴らしいわ。いかに、ドラクエのプロっていうのは、いかにルカガンとか、スクルトとか、上手に使うかが、非常にポイントになってきます。特に、バイキルトとか、これ135ゴールドやったんやけど、大金。
めっちゃ大金731円、すごい。晩ご飯が買える、もう5800円ぐらい貯まってきと。やるやん。でこの階段上がろう。この階段上がるとこっちの方にまた階段があるみたいなんで、これを上がりたいと思います。するとここはあのどこですか、あ、そしてここの階段を降ります。そうしますとここに、これどここれどこどこ、命の木の実、多分な、多分もともと鎖釜があったようなところで、あと宝箱がもう一個あるんやわ。それ結構下やねんな。ま、私には攻略サイトというマップがあるので、ポポポポポ、これどこ、これ降りればいいんや。いや、もう2周目特権やね、2周目特権。いいえ、え、でもこの辺のやつとかさ、地図とか書いたから、多分部屋に転がっとる紙の中に、絶対ここの地図があると思うんやけど、どこか、どこにあるかは、私にはよくわかりません。こっちや。で、それで、まあ、これでほぼほぼ戻ってきたわけなんやけど、もう一個の宝箱をちょっと回収しに行こう。いいえ、えい。アー君のレベルはアー君だけちょっと置いてけぼりにされてるよね。ってことで、リレミとロック使うね。それを覚えといて回復しよう。プロはリレミと分を残すっていうね。でもルーラボ残してないぞ。まあ、キメラの翼買ってるからいいんだけど。で、この階段を登れば、なんと、宝箱のところに行けるっていう不思議なね。不思議な。ちょっとそろそろ逃げていきたいかな。ナイスー。いやー、いかに逃げれる運を持ってるかっていうのも、このドラクエのプロの腕の光どころやと思うよね。関係ないよね。えいえ、えい、よし。気づいてないっていう時に、逃げずに戦う勇敢なテクタン、みんなどう思う？そういうとこが惚れるよね。よ、男前。ってことで、ここに鎖釜がもともと入っとったっぽいわ。オープン。あ、鎖釜でした。売りましょう。鎖釜いらない系アイテムやろ？多分。いらない。よし。じゃあ、もう出ていこう。俺の出番っすね。兄貴、俺のリレミトの出番っすね。飛びましょう、ピューン。で、多分、ルーラボンってもう残ってへんやろ。ルーラってめっちゃ、あれ、MP 使わんかったっけ。あ、二だけ足りひん。しゃあなしや、キメラの翼使ったるやないかい。でーだ。あとはとりあえず回復して、で、お金結構貯まってる。うわー、6400円、ゲーム1本買えそう。スーファミのソフトやったら今ならいっぱい買える。なんだって100円とか200円とかで売っているから。で、ね、これ欲しい。これ、でもどうしよう。次の街、いや、魔導士の杖1本ぐらい買っとく。え、これも買えちゃう。あ、でもどっちも買えちゃう。まあ、とりあえずこれ買う。あ、そういうやつか。え、そんなん教えてくれるん？え、親切。戦いの時に道具と使っても効果があるぜ。そうっすか。へえ、親切。教えてくれるんや。ファミコン版の時はちょっと、なんなんやろ。みんなまだちょっと、商売の心得っていうか、なんやろ、マニュアルができてへんかったけど、ちょっとマニュアルができたんやな、商売マニュアル。これを言わないと、これ買った客にこれ言わないといけないみたいな。あるよね、そういうの。飲食店、なんやろ、接客業やったらそういうマニュアルとか。
あるよね、大きな土地買っちゃう。大きな土地、大きな土地買っちゃう。10か。次のところでなんかでいい感じの剣ちょっと置いとこ。はい、ということで今1時間5分撮ったから、さすがにこれ第1話でいい感じ、第1話ワンパートでいい感じ、あるいくらカットした、いっぱいカットしたとはいえ。はい、ということで今回はこの辺りで終了しようと思います。次回の目標はとりあえずいらんけど山彦の笛取りに行って、音色も聞きたいところやしね。あと次とりあえず金の鍵を早いとこ、ここ掘れワンワンのところ行って、そっからどこ行こっかな、デルコンダルあたりでも行こっかな、それともベラヌールのあたりでも行こうかな。はい、ということでご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。